はい、どうもみさん、こんにちは。カモスケです。ですね。本日も物が届いたの紹介したいんですが、もう行きましょうかね、簡単に。はい、こちらですね。ヘラクレスリッキー、ペルー迂回オスタンピンですね。ワイルド88ミリですね。実はですね、ずっと情けない話なんですけど、迂回リッキー、ずっと卵が取れてないんですよ。で、それで、オスの方は、まあ、全部不節が飛んでしまってですね、ちょっと交尾ができない状態だったんですよ。で、ずっと持ち腫れでやってたんですけど、それを、まあ、採卵できなくて、ずっとそれをクワプラの方にずっとどうしたらいいんだっていうのを相談してたんですよ。そしたら今回まあ、よそでペルー便が来て、その中になんか、で、こう、クワプラが仕入れた時に、なんか、万が一の場合で、入荷したみたいなんですよ。で、それをずっと相談していたら、まあ、その入ったのを、一応店の方で万が一に備えて入荷したものがあるんですが、ということで、案内をしてもらったので、もう、せっかくなんで、ちょっと、こう、販売してもらったって形ですね。で、まあ、見てもらうとわかるんですが、まあ、こうですね。はい。まあ、非常に小さいですね、やっぱり。ただ聞いてもらうと分かるんですか。すごくやっぱ気性が荒いんですよ、普通、この質とかだと、やっぱ、死んで、こう、どちらか弱い立場なので、この大きさですね。普通はそんなにないんですけど、これは、深やりロリッキーというか、非常に気性が荒いんですよ。まあ、こいつをなんとか使ってですね、採卵をしてみたいと思います。それではですね、動画を終わります。